皆さんこんにちは。柏原学院高等学校校長の松本と申します。今回本校を少しでも知ってもらおうと学校紹介動画を作成いたしました。短い時間でまとめられておりますので最後までご覧いただければ幸いです。学院のいいところはそれぞれの分野の勉強や野球、美術など興味のある分野に対してじっくりと取り組めることです。柏原学院のいいところは先生方が夜遅くまで残ってくれているのでその日分からなかった教科のことを聞いてその日のうちに解決できることです。早朝テストや授業中の小テストにしっかり受かれるようにいっぱい書いて練習して頑張っています。中学校は先生に出された課題をこなしていれば大丈夫だったと思うのですが、高校は自ら課題を見つけて解決していき、進んで勉強しないといけないところです。将来の夢は小学校の先生になることです。生徒たちに社会の仕組みや勉強を教えることです。たくさんの人が私の描いた絵を見て幸せな気持ちになってくれる絵本作家になることです。受験生の皆さんは英語を一番頑張らないといけないと思います。英語は大学受験に必須の教科で英語はどの教科にもつながってくると思うからです。柏原学院は実技テストがあるので私はたくさん絵を描くように心がけました。皆さんもたくさん絵を描くように心がけて頑張ってください。